皆様こんにちは。今日はパステルアートで葉っぱを描いていきたいと思います。まずは葉っぱの型を作ります。型紙用の画用紙に葉っぱを2枚下書きしております。こちらをカッターで切り抜いていきたいと思います。はい、葉っぱの型ができました。型の内側に色を塗っていきます。動かないようにテープで固定しておきます。100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルから数色選んで使っていきたいと思います。パレット用の白い紙に茶こしを使ってパステルを粉にしていきます。赤色と黄色と緑色を削りました。コットンを四つ折りにしてパステルをつけて塗っていきます。こちらの大きい葉っぱは赤色と黄色を使って塗っています。余分な粉は息を吹いてきれいにしたり、このようなブラシで処理しておきます。同じようにして小さい方の葉っぱにも色を入れていきます。葉の根元のあたりに緑色を少し足しました。続いて葉脈を入れていきます。先ほど切り抜いたこちらの内側の型に葉脈を書き入れていきます。このように線を書きましたらこちらをカッターで切り抜きます。小さい葉っぱも同じように線を入れてカッターで切ります。こちらは細い線を切り抜くようになるので少し難しいと思います。色鉛筆や細いペンなどで直接書いていただいてもいいと思います。このように葉脈の線に沿って切り抜きができました。こちらを先ほど塗ったところに合わせて固定します。こちらの茶色を削って葉脈の色をつけていきます。細く尖らせたコットンの先につけて色を塗っていきます。こちら細かいので、綿棒につけて塗っていくこともできます。はい、型を外しました。少しパステルの粉で汚れた部分は消しゴムできれいにしておきます。空いているところに先ほど削った色をコットンにつけて塗っていきたいと思います。まずは黄色から塗っていきます。続いて赤色を塗っていきます。最後に茶色を塗り足していきます。はい、これで葉っぱが描けましたので周囲のテープを剥がしていきたいと思います。これで葉っぱの完成です。ぜひ皆様もチャレンジしてみてください。